て、久しぶりに iPad でやったんだけど、やっぱカクカクしてるかな。焦りました、焦りました。じゃあいっか。今日は今さっきお部屋、サガーズのお部屋の収録をしてて、そう、あの珍しくお昼に収録するっていう、いつもはだいたい夜してたんだけど、今さっきしてて、オレンジジュースを飲むよって。そう、日傘が届いたの。すごいさ、細長いさ、細長いあれで届い、箱で届いてびっくり。開けよう。今日ちょうど外に出る用事があるので。わ、いいじゃない。えい、あ、えい。あ、いいじゃん、いいじゃん。すごいの、買った次の日の朝にもうなんか出荷しましたみたいなメールが来て、そう、嬉しい限りですね、本当に。なんか絡まってますね、なんかなんか絡まってますね、なんか。じゃん。家で刺すなっつってね。あ、いいいい、とってもいい。よいしょ。これはもうなくさないと、あ、ちょっと臭いですね、やっぱお乳なんで。これはもうなくさないぞっていう強い気持ちを持って、割とさ、なくすことないのよ、ものを。そう、珍しくなくしちゃったの今回、日傘をね。そうだけど、普段はなくすことはないので、これを今日は使ってお外に入れたいと思います。そう、本当に最後割となんていうの、物持ちいい方だし、割となんだろう、なくさない、本当になくさない人なんだよね。指ね、思いっきり切っちゃったの。あ、すっごい痛かった。嘘、痛くはなかったんだけど、血が出ちゃった。
なくしたのは1本目ソガベと声そっくりだね。え、嬉しい。初めて言われたんだけど。いや、ゆめちゃんの方が声は可愛い声は可愛い。うわ、ちょっと重くてコメントが見れた見れた。暑いよね今日。なんかまださ、一応外には出てないんだけど一応外には出てないんだけど、まだなんかもうすでに暑いよねっていう、もうすでに暑いよねっていう、そう、もうすでに暑いよねって話だよねって。エアコン使ってしまった。一緒、サクも使っちゃうさあっちも。でもさ、違うじゃん。なんかエアコンつけると寒いんだけど、消すと暑いの。もう困ったさんじゃん。それはもうさ、超絶困ったさんじゃん。ね、そういうことなんですよ。そういうこともあるよねって。そう、そうなんだね。こんにちは。難しいところ。でも外はあっちんだあっちんだ外は。九州出身です。佐賀県、佐賀県ってわかります佐賀県出身です。出身って言いにくいね。出身出身、九州出身って言いにくい。関東出身ですとか関西出身ですよ。九州出身ですだとさ、なんかシューシューってなっちゃうからさ、めっちゃ言いにくいねえ、ちょっと聞いてほしい。さやか、きのこの山とたけのこの里だったらきのこの山派なんだけど、たけのこの里派になりそうっていう話誰か聞きたい。たけのこの里沼りかけてるって話誰か聞きたいえ、昨日ね、久しぶりなんか食べたくなっちゃって、でさやかはいつもキノコ派なんだけど、キノコを買うのいつもだけど、タケノコ買おうって思って、タケノコの里をね、もういつぶりってぐらい買ってみたので、食べるじゃん、美味しくねみたいな、あれみたいな、タケノコ美味しいやんみたいな、やるやんみたいななっちゃって、そう、ちょっとね、やばい。ちょっとこんなこと言っちゃうとさ、キノコのキノコキノコくんにさ、なんか怒られるけど、ね、タケノコさあ、うまいやん美味しくて
びっくりしちゃったの。そう、どうしよう、どうする。あ、でも分かんない。だからで多分キノコ食べたらキノコに出戻りすると思うんだ、キノコくんに。そう、タケノコさんチョコ少し多いらしい。ちょっと待って、それはやばい、それは初耳。知らなかった。勉強不足、やばいね、それは聞いてないかも、初めて知ったわ。どうするっていう、やばいよねっていう話。そう、違うじゃん、やっぱなんかおしましは違うと思うの。さやかはおしましは違うじゃん。決めないとなって、そろそろどっちかにしてあげなきゃなって、はあ、結局キノコに戻るんだろうな。やっぱ忘れられないんだよキノコのことは。ちょっと今タケノコにホイホイって釣られてるけど、これは一時の気の迷いで、もうダメなの。結局もう何だかんだ言って結局キノコに戻るの。コーラの街、わ、そう来た。待って、それは話が変わってくる。そこ入ると最後はコーラの街が好きコーラの街が好きなんだけど、今来たのですが深刻な話。これもう超深刻、本当にこれ超深刻です。これはもう今後の人生に関わる。でも一個さ、大穴言っていい？キットカットじゃない？一番美味しいのってね、キットカットだよね、わかる？誰か分かって、キットカットなんだって一番美味しいのは。そう、結局キットカットなの。わかる？誰か分かって、誰か分かる人いない？結局電動入りっちゃってんのは、電動入りっちゃってるって言ってた電動入りしちゃってんのはキットカットなんだよ。あれマッチ美味しいから、ちょっと食べてみ。あ、待って、簡単に奪う。そうきちゃう。あー、わかる、美味しい、わかる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 、簡単に奪うもわかる。あ、わかる、めっちゃわかる。わー、わかる。わかんの、わかんの、わかんの、アルフォート、わかんの、おら、わかる終わったあ、待って、ブラックサンド、わかんの、めっちゃわかるの。やばいな、頭ぶつけた今一体わかる。やっぱ発酵したよね。あれさ、みんなさ、どこがさ、どのさ、お菓子なんだろう、森永製菓どこなのみんな、一体。あ、だいぶ違うわ、どこも違うわ。
富士屋ね。カントリーマーム富士屋ね。美味しいよね。美味しいよな。あ、ブルボン美味しいよね。あ、ロッテね、美味しいよね。わかるわかる。いやー、わかるんよ。あ、明治ね、キノコの山は。はい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 。いやー、わかる。わかるわかる。あ、ロッテね。あ、ロッテコアラのマーチね。はいはいはい。わかるよ。ネスレね、聞いたことある。結果全部美味しいんだよな。え、さっかカルビーはジャガビーが好きかも。ジャガビーだよね、あれってジャガビーさん割と好きっすね。いやー、美味しい。もうなんかみんな優勝だわ。みんな美味しい。楽しく生きよう、仲良く生きよう。そう、ジャガビーが美味しい。お菓子は全然食べない人です。まさかのこんだけ話しといてそんな食べないっていう。あの、久しぶりに昨日あのタケノコの砂糖買ったっていうぐらいですね。仕事に戻んなきゃ。頑張れお仕事、また来てね。本当に、え、わかんの、まあ、全部美味しいよねっていう話。結果あんだけなんか推し編がどうのとか言って、結局なんかみんな美味しいっていう。みんな美味しいっていう。え、そこ割とハッピーターンも好きだったりする。あ、待って、サシャ、あ、わかるの。え、待って、サシャ好き。今日一のテンション出た。サシャだわ。ねえ、優勝。え、わかる。え、サシャってさ、なんであんな美味しいんだろうね。ちょっと高いんだけどさ。え、さやくん、一時期めっちゃサシャ食べてたの。もう何年前か、5、6年前ぐらい。もうめちゃくちゃ、めちゃくちゃサシャ食べてた。え、わかる。あれ、あれマジで美味しい、本当に美味しい。あれってなんであんな美味しいんだろうね、サシャって。わかんないんだけどさ、めっちゃ美味しい。え、わかる。わかんないんだけどさって言ってさ、いや、わかるって。わかるわかる。あ、わかるわ、サシャだ。ロック食べたことないな。ロック、ルック。ロック、ルックか、ロック。いや、わかんない。やばいね。あ、小枝ね。小枝もさっきあんま食べないかも。名前はわかる。メルティーキス、あー、メルティーキスもあんま食べないかも。まあいいね、お菓子パーティーしたいね。あ、そうか、関さんとフルーツパーティーしたいねって話してたんだけど、お菓子パーティーもいいね。いろんなお菓子をちょちょちょって集めて食べたい。
さっきなんか YouTube で動画見てて、もう YouTuber さんがなんか子供なんかトークテーマ決めて話してたんだけど、動画でね、その時になんか子供の頃の遠足のお菓子の定番はみたいな、でその時になんか言ってたんだけど、最後は何だろうって考えた時に、生ラムネってわかる？みんな今生産終了しちゃったんだけど、生ラムネってお菓子があって、あれめっちゃ美味しかったの、生ラムネ。え、絶対にいたの、最後の友達に生ラムネ大好きな子がいて、そう、え、知らない？これさ、そう、懐かしいと思って自分で思い返して、そう、生ラムネっていうのがあるのよ。なんか冷やしても美味しいし、常温でも美味しいしみたいなのがあって、なんか四角くて、そう、立方体で立方体とか言っちゃった、そう、え、知らないんだ、やっぱジェネレーションギャップ、これ個体です、個体、これね、サヤカ世代の人は知ってると思うんだよね、生ラムネ。え、知らないの、みんな生ラムネ、嘘でしょ、え、損してるよ。これこれこれめっちゃ美味しかったの、大好きだった、もうないんだよね。そう、森永製菓さんから出てるやつらしいね。そう、これスーパーに行ってあったんだけど、すごい好きだったんだよね。これこれめっちゃ食べてた、生ラムネ。ねえ、パッケージ見覚えあるでしょ、みんな多分割と。そう、これね、めっちゃ美味しかったの。そう、大好きだった、これ。懐かしいと思って。そうそうそう、冷やすやつ。もうすぐなくなっちゃって、気づいたらなくなってたの。美味しかったんだよね、これこれを真っ先に思い浮かんで、わ、これ懐かしいと思って。そう、生ラムネがね大好きだったっていう話なんだけどっていう話なんだけど、遠足とか懐かしいな。もうさ、このタクシー乗ったらさ、タクシーの運転手さんがさ、うまい棒くれてさそう、優しいと思って、優しい運転手さんがいるもんなんでしょ、福岡に。あー、人気がありすぎて生産追いつかなくなったんだ。え、頑張ってよ頑張ってよ、頑張ってくれ。え、うまい棒だったら何味が好き、みんな。さやかは、迷うな、迷うな、楽しい今日なんかえ、さやかは明太とたこ焼きが好き。え、たこ焼きはぶっちゃけ、あれはもう全然いいだと思うんだねえ、そう、え、たこ焼き美味しいよね。え、わかるの。え、それの、ちなみにさやかがもらった、タクシーの運転手さんにもらったのはコンポタだったんだけど、そう。え、明太、たこ焼き、コンポタしかいなくておもろいんだけど。あ、サラダね。美味しいよね。あ、うまい棒パーティーしたいな。全種類買ってみた。YouTuber かなんか、さっきから。
そう、納豆味食べたことないかも。あ、サラミね、はいはい、聞いたことある。チーズね、美味しいよね。これわかる。さやかさん、うまいわって知ってる？うまい棒の明太味を輪切りにして、あのポテチみたいな袋、大きい袋に入ったうまいわっていうのがあるんだけど、あれもめっちゃ前に食べてた。めちゃくちゃ食べてた。あれ美味しいよね。そう、うまいわっていうのがあるんだよ。めっちゃ詳しいよね。思う、めっちゃ詳しいめっちゃ詳しい。これも数年前の記憶なんですけど、今はあるのかな、今はあるのか分かんないけど、割と昔は売ってあった。そう、美味しいのこれが。いや美味しいよね、やっぱうまい棒って。あ、カールって関東食べれなかったんだ。今ないよね。なんだっけ、それ一個なんか思いついたんだけど忘れちゃった忘れちゃった。あ、キャベツ太郎だ。それキャベツ太郎好き急にキャベツ太郎好き。あれ美味しくない？あ、うまいわまだあるんだ。ぜひ見つけたら買ってみてください。あ、たい焼き食べたくなってきた。たい焼き来たからありがとうございます。わかるね、キャベツ太郎うまくない？だってさ、キャベツじゃないじゃん、あれ絶対。キャベツ、なんでキャベツ太郎って言うんだろうね、あれって。キャベツ味じゃなくない？わかる？あ、青のりがかかったコロンとした丸い姿が芽キャベツに似ているからだそうです。普通のキャベツではなく芽キャベツなるほど、なるほど。5円だよってチョコ、わかんないかも。こういうやつ、5円玉みたいなチョコかな。それはわかるけど、やっぱさ、なんかソースっぽい味のさ、お菓子ってめっちゃ美味しくない？あ、リアルな5円の形。あ、じゃあわかるかもしれない。あー、わかる。やば、懐かしいんだけどこれわかるわかる。さやかはよく駄菓子屋さんで買ってたのは、あのこう丸い、丸っこくてちょっとここがなんか吸うところがあるゼリーを凍らかしてるやつは大好きだった。あれ、あれ駄菓子屋さんに行ったら絶対買ってた。なんだろうね、生産終了したお菓子とか結構あるよね多分。生産お返し。うわー、消えちゃうキャンディー知ってる。あれもうないの？
ケチョウキャンディーってあれだよね、あの占いみたいなやつ、たまにあの白押し出るやつ透明な、懐かしい。最初紫で舐めてるうちにあの色変わっていくんだよね。懐かしいんだけど、うわっ、ひもきゅうグミ懐かしい。あの子供と身長、小学校1年生と身長同じぐらいみたいなやつだよね。懐かしいんだけど、ひもきゅうグミ食べてた。初見です、だってありがとうございます。わあ、ひもきゅうグミ懐かしいな。元気かな、元気かなとか言ってもないんだけどね待って、これ懐かしい、このガム、ガム、ウォーターリングキスミント、これ初めて名前聞いた。これラブライブコラボしてたの買ってたんだけど、さやか懐かしい。うわー、すごいなんか楽しい楽しい、見てて。ガブリッチュは知ってる、わかる、美味しいよね。意外とさ多いよね、発売生産終了かしちゃった、グミじゃない、お菓子。タイムルってもう18歳だったのか、せやで、18歳やで。なんかないかな、懐かしいお菓子意外とかな、意外となんかいる気がするいる気がするね、意外といるよね、みんな。あー待って、これ懐かしいんだけど、バブリシャス、バブリシャスだっけこれ、風船ガム、めっちゃ好きだった、最近バブリシャスっていうガム、うわ懐かしい。これだよね、最後が知ってるやつ、うん、これだ、うわ懐かしい、これ食べてた記憶ある、めっちゃ好きだった、めっちゃ美味しかったんだよねこれヤンヤンつけ棒してる、今でもたまに食べたくなる、あれはあの美味しさあの美味しさ、ワタパチもうないの、懐かしいんだけど、食べてた食べてた、ヤンヤンつけ棒もうないの、まだあるくない、ないのかな、わあチョコベイビー懐かしい、あのあれだよね、あのアポロチョコとチョコベイビーとマーブルチョコの CM あったよねフフ、小さくてカラフルな15個くらい入ってる甘い餅みたいなやつ、なんだろう、甘い餅むず、
甘い餅ってむず、え、なんだろうそれ。わあ懐かしいな。え、多分アイスとかもあるんでしょ、そのもうないやつ、生産終了。あ、でもアイスは意外と分かんないかも。いやー最近おかきにハマってる。いい、おいしいよねおかきって、分かるよ。うわ恐竜の卵、やばい懐かしい、知ってる知ってる知ってる、懐かしいんだけど。あったね、なんか聞いたことある、あんま覚えてないけど。あと何、え、いちごミルクのキャンディーなくなっちゃったんだ、懐かしい。さやかはいちごミルクキャンディーの思い出は、ラーメン屋さんがあるんだけど、とあるラーメン屋さんに行くと毎回いちごミルクのキャンディーをもらえるっていう思い出のキャンディーそのラーメン屋さんとの思い出のキャンディー。うわ、どんぐりガムやばい、懐かしい。え、わかる、最後も好きだった、めっちゃ。あのさ、あれ美味しいよねあれ美味しいよね、どんぐりガム。あれでしょ、あの飴、外が飴で中がガムになってるやつだよね、どんぐりガムって。え、ちなみにどんぐりガムはとある温泉があって、温泉に行くともらえてたえ、わかる、あれすぐ噛んじゃうよね、わかる、めっちゃわかる。あのね、懐かしい、どんぐりガム、やばー、めちゃくちゃ食おうねみたいになっちゃうの、やめたいわかるわかる。懐かしいな。あ、何があるかな、意外と。コーラアップ、え、わかんないかも。コーラアップ、知ってる、これ見たことある、男の子が食べてるイメージ偏見、超偏見。うわ、なんか懐かしいな。意外とさ、なんかみんななくなってて悲しい悲しい。うわ、ポタポタ焼き食べてた。それかあれが好き、曲がりせんべいが好きだった一時期。ポタポタ焼きも好き、美味しいよね。あ、さやかさ、あのさ、ラスクのお菓子があったの。そう、これこの間思ったの、昔ね、あったのよラスクのお菓子が。あ、コパン、コパン、これこれこれさ、今でもあるのかな。
さっきスーパーで見かけなくなっちゃったんだけど、コパン、コパン、めっちゃ懐かしい。これお母さんと食べてた。コパン、コパンっていうねラスクがあるんだけど、めっちゃ美味しいよねこれ、大好き。あ、まだあるんだ。うちの近くのスーパーにないだけかな。あれ、あれめっちゃ美味しいよね。あれさ、めちゃくちゃ美味しいよね。え、なんか久しぶりに食べたくなったのこの間。でもなんかなくて、どこにも。そう、どこにもないの。懐かしいコパン、毎日食べてんの。強強。フランフランでめんべい見つけて今食べてる。フランフランにめんべい売ってんの。うわー、コパン懐かしい。やばい、これ懐かしいわ。優勝やわ。コパン、コパン美味しいのよ、美味しいのよ。美味しいよ。そう、懐かしい。待って、サワーペーパーやばい、めっちゃ食べてた。え、それかサワーペーパーのコーラとかサイダーがめっちゃ好きで食べてた。駄菓子屋行ったら絶対にサワーペーパー買ってた。懐かしい。やばい、え、怖いんだけど。懐かしい。え、わかる、え、わかるわかる、めっちゃわかる。え、そのペーパーやばいんだけど。いや、わかる、めっちゃわかる、めっちゃわかる。懐かしいな。うわー、やばい、懐かしい。サワーペーパーやばいな。それか、あとあれ好きだったよ。お兄ちゃんとかが買ってたんだけどさ。あれ、なんて言うんだろう。ちっこいさ、ラムネみたいなやつの、コーラ味とソーダ味がある。なんか、こんなちっこい容器に、つぶつぶのが大量に入ったやつ。あれ、なんて名前なんだろう。なんか、正式名称わかんないよね。さか、サワーペーパーぐらいでもわかんの。なんだっけあれ名前ね、わかるよね。え、なんだっけ名前。なんか楽しい、どうしよう、楽しい。何よりだわ、楽しそうで。あれなんて言うんだっけ。そう、なんか瓶みたいな、瓶じゃないんだけど、プラスチックの、ね、わかるよね。わかんない名前。そうそう、缶ジュースの形みたいなやつ。そう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 。マジで誰も名前わかんないね、やばい。誰も名前わかんないね、やばいんだけど。ね、あ、これミニラムネって言うんだ。あ、クッピーラムネ。オリオンって書いてある。ミニサワー、ミニコーラって書いてある。ミニコーラシリーズっていうのかな、わかんない。駄菓子ラムネちっこいで検索したら出てきた。ミニコーラ、ミニコーラらしい。そう、マジおもろい。伝わるのすごい。伝わるのやばい。顔みたいなやつ、顔みたいなやつってなんだ。顔みたいなやつなんだ。なんか笛ラムネとか結構好きだったよ。ピーピーしてた。今でもあるよね、笛ラムネは。え、やば、懐かしいんだけど。あ、そう、桃とか意外と美味しいんだよね、これの。このミニラムネの桃とか。え、わかる。わかるわかる。めっちゃわかる。
あ、普通のラムネかな、変わるやつは。四角いピンクの餅みたいなやつ、あれ美味しいよね。あのさ、なんか 3×6 ぐらいで入ってるやつ。 3×6、 3×6 もないか、 3×4 ぐらいかな。ビッグカツ懐かしい。あ、好き好き。最後もカツ系好き。あのさ、ちっちゃい頃から割とおつまみ系好きだから。好き。とんがり菓子、何それ。とんがり、とんがり菓子、わかんないわ。とんがり菓子は、わ、とんがりコーン、指にはめてた。とんがりコーン、とんがりコーン指にはめてた。とんがりコーン、ね、みんなはめてたでしょ、とんがりコーンは。え、絶対に子供はみんなとんがりコーンを指にはめる時期来るからね。はめてたよね、みんな。はめてさ、食べてたでしょ。食べるよね、これ絶対やるよね、みんなやるよね、あれ。懐かしい。わかるわかる。あの、とりあえず5本指にはめて、あの、親指から食べるみたいなのやってた。あー、やってた。懐かしい。わかるわかる。ねえ、やるよね。え、魔女の手とか言ってやって。あー、やってたー。やってたー。世界で子供がそうやってるの。あ、みんなやるんだ、じゃあね。わかるわかる。言ってたよね。懐かしい。めっちゃ懐かしいんだけど。やばい。やってた、やってた。うわ、懐かしいな。ねえ、魔女の爪は世界共通。うわ、そうなんだ。世界共通なんだ。魔女ごっこしちゃうよね、やっぱとんがりコーン。とんがりしちゃうもん。とんがりしちゃうもんってどういうことって感じだけど。わかるわかる。わ、めっちゃわかるな。なんか楽しいな。楽しいな、なんか。たくまドロップ、あ、知ってる。あれだよね、飴だよね。懐かしい。うちにあったもん、あれ。家にあった。見て、うわ、懐かしいな。うわー、これさ、いいね。意外とさ、お菓子ってさ、なんか世代関係ないんだね、割と。ちょっと仕事してくる、頑張れ、いってらっしゃい。ね、いいね。あの蓋開ける音好き。わかる。なんかさ、あのポッみたいな蓋開く感じめっちゃ好きだった。ねえ、ボンタン飴懐かしい。最高、大好きだった。ボンタン飴、ボンタン飴めっちゃ好き。え、ボンタン飴大好き。幼稚園の時にボンタン飴食い競争があったの。パン食い競争じゃなくてね、ボンタン飴食い競争ってのがあって、ね、それ好きだった。あれ、何が一番楽しいって、練習の時にも食べれるの、ボンタン飴食い競争。それが一番好きだった。懐かしい。鹿児島なんだ、あれって。へえ、九州限定か。美味しい。大好きだったな、あれ。最後に食べるの、ボンタン飴食い競争は。なんか障害物ちょっとなんかあって、それを終わった後にボンタン飴食べてゴールみたいな感じだったの。そう、大好きだった。
かしい、超懐かしい。美味しいよね。え、わかる。いやー懐かしいな。いいねー。和菓子じゃない、駄菓子食べないのあんまり。カップ混ぜそば食べるはずが、お菓子食べる。お菓子の話してるとね、お菓子食べたくなってくるよね。わかるわかる。わあいいね。最後もお菓子食べたくなってくる。最後夏になると思い出すのは、あの袋に入ったさ、かき氷のやつあるじゃん。あれが好きだった。あのおばあちゃん家に行くと絶対食べてたんだけど、そう、あのお皿に盛るのがめんどくさいから、あの端っこだけちょっと開けて、あのもうそのままガツガツ食べてた。そう、いちご味のやつ。そう、あの氷ってある袋のやつ、あれ大好き。あれ大好き。あれ九州限定なんだ。あれ美味しいよ。あれ美味しいんだよ。九州生まれでよかった。そう、袋のまま食べちゃう。あれはもうだって洗い物増やしたくないしさ、それが美味しいんだよ。なんか袋のまま食べるのが懐かしい。あとバニラバー、うちバニラバーめっちゃ食べてて、当たりとかあるんだけど、あれ集めてったもん、応募したもん、集めて。でもらったもん、なんかボックス。ボックスもらったもん。そう、牛の柄のボックス。うん、バニラバー知らない。バニラバーって牛のあのあれが情報、四角くて牛の。でも牛のしか情報が出てこない。そう、バニラバーがあったのよ。あ、ちなみにブラックモンブランとかも当たり集めてた。そう、そうそう、一箱10本ぐらい入ってるやつ。そう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 。そう、あれ美味しい、バニラバー。そう、美味しいんよ。あとうちはあのね、あれなんて名前だったっけ、なんかババ家のアイス、箱アイスのなんかあって、箱アイス経歴じゃないけど、なんかあって、あれなんて言うんだろう、なんかね、周りアーモンドチョコっぽいっぽいアイスがあって、ハーシーズかな、いや違うんだよね、いや違わないか、ハーシーズかな、なんか最初
バニーラバーだったのね、うちは。そう、あ、まあブラックオーブランとかはその辺はもう割と殿堂入りっちゃってるからあれなんだけど、最初はバニーラバーで、そっからハーシーズっていう、なんか周りにちょっとアーモンドっぽいアーモンドチョコ、バニラアイスにアーモンドチョコが周りにかかったアイスになったの。だけどさやかがあんまりアーモンドチョコ好きじゃん、当時小学生とかだから、あんまりアーモンドチョコが好きじゃなくて、その次にパリパリバーになったの。そう、パリパリバーになって、パリパリバーめっちゃ美味しいよね。そう、パリパリバーになって、でその後にさやかが割と子供だから、あのソーダフロートっていう箱アイスがあったの。中がバニラで周りがソーダだった、ソーダフロートってのがあって、でもあれはさやか以外からはバニラ系のアイスが食べたいと、チョコバニラ系のアイスが食べたいと、ちょっと不評でまたパリパリバーに戻って、でその後ヨーロピアンシュガーコーンになるっていう、そう、あのババ家のあるんですよこれが。え、ソーダフロート美味しいよね。え、わかる、さっきあれ大好き、美味しいよね。そう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 、角角十棒みたいなやつ、わかるわかる、めっちゃわかる、そう、伝わる伝わる、わかる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 、これなんて読むんだろうね。あ、みんなわかんないから読み方って調べてる、おもろ。角天棒って言うんだあれ、まあ、すごい顔で、すごい顔で止まった気がする、すごい顔で止まった気がする、充電がないですよって言われちゃった。あれ美味しいよね、わかる。ヨーロピアンシュガーコーンって美味しいよね、わかる。え、あとたまにあれなんて言うんだっけ、あれなんだっけ、ぐるぐるソフト、渦巻き、渦巻きソフトだっけあれ、あ、そう、渦巻きソフトで、合ってた合ってた、渦巻きソフトも買ってた、うちは。あれ美味しいんだよね、ババッケは分かりやすいの、みんなチョコとバニラのミックスが好きだから、それからなくなっていくっていうチョコとバニラのミックスからなくなっていくっていうなんかね、あったの。そう、なんかちっこいソフトクリームみたいなやつね。うわ、懐かしい、渦巻きソフト。食べてた食べてた、パナップあんま食べてなかったな。わかるよ、シャトレーゼも美味しいんだよね。わかるよ、シャトレーゼも食べてたよ、うちババ系買ってた、大好きだったシャトレーゼわかる、めっちゃ。そう、割とね、パリパリバーだったかも、うちは。うちのなんだろう、スタメンは。美味しいよね、パリパリパって。それが箱ランキング、人気ラン、箱アイス人気ランキングとかもある。懐かしい。ついにうちの近くにシャトレーゼできるんですか？わ、それは嬉しい。え、シャトレーゼってなんであんな美味しいんだろうね。わかる、めっちゃわかるめっちゃわかる懐かしい。あー、懐かしいな、なんか
ね、青いスイカもあるよね。思った思った。それさ、何何こと？セブンイレブン限定なんだ。ソーダ味。へえ。この間コンビニ行った時にあってさ、気になったんだよね。そうだってね。あー、幸せの青、いいねいいね。美味しそう。見つけたら買おう。美味しいよね、スイカバーって。たまに食べたくなる。やっぱさ、夏って割とさ、なんかシャリシャリ系が食べたくなるじゃん。なんかガリガリ君とかさ、濃厚なミルク系ってよりかはさ、割となんかこうソーダっぽいというかね、のが食べたくなるから。いいよねいいよね。あ、やっぱリップが取れない。食べそうだから昨日さ、関さんと話しててさ、なんか昨日一昨日かな、あれ言ってた覚えてないけど、かき氷食べたいよねって話になって、桃のかき氷をね食べたいねってなったので、二人して、え、これ去年から言ってるよねってそう、なんか桃の果肉が乗ったかき氷を食べたいねって去年話してたので、調べるじゃん。でもヒットするのって大阪、東京、愛知とかばっかりなの。福岡に全然なくて。そうだから結局食べに行けてないんですよ、桃のかき氷が。行きたいねってずっと話してて、そう1年経ってもまだ言ってたっていう1年経っても桃のかき氷食べたいねって言ってた。そうなの、食べたいの、もうかき氷が。食べたい。夏祭り行きたいな。やるかな今年夏祭り。やってほしいな。花火とか行きたいよな。さやかさ、浴衣で夏祭り行きたいの。行ったことないんだよね。でも浴衣で行きたい。なんかさ、地元の
お祭りとか行くじゃない。でさ、お友達とかがさ、浴衣で待って、一回行ったことあるわ、浴衣で。あれ、行こうとしてやめたんだっけ。いや、ある、浴衣着て、だけどちっちゃくって、その浴衣が。で、やめた。もう一個浴衣あった。え、ちょっとやばい、記憶ないな。小学校 3年か4年ぐらいの頃、5年生かな、あれ。わー、記憶ない、どっちだったっけ。どっちだったっけ。友達と行こうってなって浴衣、うわー、覚えてないな。どっちだったっけな。そう、あったんよ。で、なんかでね、まあ行くじゃん、お祭りに。したらさ、着てるわけよ、浴衣、女の子が。可愛くねみたいな。え、みんな、え、可愛くねみたいな。いつも100倍可愛いなみたいな。みんな可愛いんや、タイカの友達。みんな可愛いんやけど、なんか、さらに可愛くねみたいな。あったあった。懐かしい。なかなかね、うちは浴衣持ってないので。浴衣着るってなったら買わなきゃいけないんだけど。そう、着たいな。でもさ、京都とか行ってお着物着たいんだよね、浅草とか。それもずっと言ってる、誰かと。誰かとずっと言ってるんだけど、さやかの好きな YouTuber さんがちょっと前に京都に行ってて、なんかインスタとかにね、載せてたんですよ。だからそれ見て、わ、行きたいなって。わー、いいな。行きたいな。まあ、撮影で使う浴衣はね、別に会社のじゃないと思うんで、借りてるどこかからお借りして、なんだろう、着付けしてくださってる方雇ってっていうか、してるものだと思うんで、わかんないんですけど、詳しい内部事情はちょっと知らないんだけど。知らないんだけどね。食べ歩きしたいな、浴衣着て。いいな、京都行きたい。京都、大阪、関西。夏休み今日で行く。いいなー、連れてって。連れてって。さやかは早く友達に免許取ってって言ってるの。そう、乗せてって、さやかを乗せてって。まだ免許取れないんだけど、多分。なんかユニバのさ、前さ、なんかメルちゃんとビビちゃんが言ってた、なんか夏のなんか水浴びみたいなの言ってみたい。水浴び。行きたいな、なんか行きたいとこいっぱいある。あ、いいね、夏っていいね。夏か、夏か。バーベキュー、バーベキューもしたいんよ、ずっと言ってる。これはもうね、春ぐらいからずっと言ってる気がする。桜の時期から言ってるから、もう3月ぐらいから言ってるかな、多分、下手したら。
そう、行きたいんだよね。バーベキューしたい。免許取る気はないですね。免許取る気はないけど、でも取りたいな。そう、あっちの嫌いなの。だから最後の理想は夏が来る前にバーベキューしたかった、 BBQ したかったんだけど、もう夏来ちゃったからなかなか揃わないの。5人って揃わなくない？うん、予定がね、みんなチーム違うし予定が合わないんですよね。 BBQ したいな。小さい頃は毎年海とか行ってた。懐かしい。なんかでっかいタコの浮き輪みたいなのがあるの。タコの足とかになんか捕まってなんかあるんだけど浮き輪があるんだけど、オクトパスって呼んで、そのままね、タコだからオクトパスなんだけど、そのままなんだけど、オクトパスオクトパスとか言って、あの走り出た。懐かしい。幼稚園とか頃かな、確か。それ。いいね。あ、花火もしてんの。え、さっきね、もう花火する約束はもうしてるの、友達と。え、今年は絶対に花火しようねって言ってて、みんなでしようって言ってて、お友達と。泳ぐのは25メートルクロール精一杯。泳げないからオクトパスに捕まるんよ。そう、泳げないから。そう、だから花火の約束は割と早い段階からしてる。なんかスーパーに花火売ってて、したいって言ったらしようって言ってくれた、みんなが。ラブ、お友達ラブ、絶対しようなっていう話をしてます。なんだかんだね、去年とか一昨年とかしたかったんだけどできなかったから。そう、そうなんですよね。なんか息継ぎしたら沈むんだよね。クロール息継ぎするじゃん、パーってするじゃん、沈むんだよね。なんかわかんないけど。そう、だからきちいの、きちいのよ。わかんないんだけどさ、息継ぎ、あー、息継ぎが下手なんだよね多分。泳げない。なんか中学校とかになるとさ、あのクロールだけじゃ済まないの。なんか平泳ぎとかさせられるんだけどさ、もうわかんねえの、わかんないのよ。やめてほしい。受ければよくない、だってそういう問題じゃないんだよね多分。なんか天井を見てくださいって言われるじゃん。横かな、天井。え、ダメだよね。え、沈むしみたいな。沈むしって。そうそう、受ければ OK なの。痛い痛い痛い。寿
しぶりに泳いだら受けませんでした。あ、汗、それは汗、やば。サッカーも受けないかも、もう。あ、受けないとかある受けないかもしれない。困るなぁ。まあ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 大丈夫。人間って死にそうになった時にすごいとっさのさ、とっさの時ってさ、本当に命が危ないってなったらさ、なんか覚醒するじゃん、きっと。だから大丈夫ねえ、わ、いいね。さやかさ、海とかプールに行きたい欲はないんだけど、海の家で焼きそば食べたいそこ、海の家っていうものに行ったことがないのよ、さやか今まで。そう、海の家に行ったことなくて、海の家で焼きそば食べたい。あ、なんか海の家でバイトしてみたいな、楽しそう。あのさ、カジバのバカ力がさ、あのバカかに見カジバのバカかって見てちょっと面白くなっちゃったバカかいいね、力かカタカナのカカっていうゲームできそうバカか何がおもろいん。やばい、いね、これ楽しそう。ちょっとカカーか力、あー、これ割とわかんないわ。ちょっと力の方が大きいんだね。だからなんだろう、だからなんか、なんだろうね、カカラスとかはさ、カタカナで書くやん。このカを力にすんのよ、力にしちゃうのよ、力と。あ、わかんないこれわかんない、え、わかんないわ。こう、おもろ、楽しい楽しい、おもろいわ楽しいこれバカか、意外とわかんないもんだよねだからさ、うわー、いいね、ちょっと楽しいね楽しい、これサイカめっちゃ楽しい。それ力でしょ、それ力でしょ、わかるよ、それ力だ絶対。口とロも一緒、確かにほぼ一緒やロバって言ったら口、口バとかあ、面白い。いや、何が、何が面白いって、もう、ねえ、本当に意外と漢字の方が大きいのか、絵とこう、あ、漢字の方が大きいね。わ、明かりむず、明かりむず、わかります。え、それは力でしょ、あ、力り、あ、力りって、それは力だな。明かりむずおもろ、明かり、明かりむずくておもろいんだけどあ、明かりむずわ、2と2わかんない、あ、2と2わかんない、あ、継続はかなり継続はかなりでしょ、それ継続はかなりおもろ、楽しいわ。なんかニコニコ、あー、むずいね、それ2ってさ、あ、どっち読んでも2じゃんどっち読んでも2だよね
いやだ、日曜日のお昼楽しい日曜日のお昼楽しすぎる。どっちだ、うわこれダメだね、近寄ったら意外と分かっちゃうの。カウドンでしょカウドンでしょそれカウドンだな。楽しい、あのめちゃくちゃ楽しい。さやかさ才能なんだよね、何でも楽しくなるっていう。一人でいても誰かといても何でも楽しくなるっていうなんか才能があって、割とあのしょうもない笑いのツボが浅いからさ、割となんか何でも笑っちゃうよねっていうとかあるんだよね。そうそうそう、すごくない？めっちゃよくない？え、さやかって割とすごいところあって、人のテンションに合わせれるところ、笑いのツボ低い、なんか何でも楽しめちゃう割と最強なんだよね。自分で言うな自分で言うな。そうだから本当に強いと思うマジで。あのテンション上がるまでに時間かかったりすることもあるな、たまになんか人によるけど。誰も盛り上がってない場で自分が盛り上げるのは無理かも。ちょサブぐらいの勢い、テンション感的には。何サブってねえ、楽しいわ。本当に愉快、大変愉快。日曜日の昼間からね、本当にシラフでこの状態ですからね。楽しい楽しい楽しいって、そのさあれじゃん、2回繰り返すことによってあの嘘っぽさが増す良くない。あでもさ忘れっぽいんだよな、ダメなんだよね忘れっぽいの。今日はメイク落としとヘアオイルを買って帰らなきゃいけないっていうミッションがあるので。まだお昼なんだよ、さやかも夕方ぐらいのテンションなんだけどさ、全然お昼。初見です、2回目の訪問って出とるんよね、うん、バレとるんよね実は初見じゃないのはちょっとバレてたな、2回目だな2回目だったな。スタバのメロンフラペチーノ飲んだ、飲んでないの。なんかこの間友達とスタバ行ったんだけど行ったの、誘われて行ったのね。で、あのメロン、みんなメロン飲む流れだったので、さやかもメロン飲みたいなって思ってたんだけど、普通にダークモカチップクリームフラペチーノにしちゃったよねっていうメロンじゃないんかいって2人に言われた、3人で言ったんだけどいやいやいやみたいなメロンじゃないじゃんって言われてしまった。そう、なんかめっちゃ久しぶりだったのスタバ飲んだのが。そうだからちょっと飲みたくて、ダークモカチップクリームフラペチーノ好きなんだよ、美味しかった。で友達に一口もらった、美味しかった
やろ、美味しかった。なんかさ、違うじゃん、なんか苦手な味だったらどうしようって思っちゃうの。そうで、それをさ、あのサイズ飲むのはちょっときついなと思ってあのきっとその子なら一口飲むって言ってくれるだろうなと思ったの。割となんかそう、そういう子だから、さやかもう一口あげたし、そう、その一口でいいかなと思って、そう、ちょっと待ってた、一口いるをしたら言ってくれたので、あざすと思って待ってた待ってたと思っていいや、じゃあさやかもう一口飲んでいいやって言って交換して飲みましたそう、でもさやかは割とあのビビリなところはあるんで、ビビリっていうか結構なんかなんだろう、遠慮しがちなところあるんで、一口って言われたら本当ちょっとしか飲めない、なんか申し訳なくなっちゃうからちょっとしか飲めない。 その子は言ってくれる子なの。なんか前もなんか交換っこしたのよ、なんかを、そう、さやかな、この2つで悩んでて、じゃあさやかこれ頼むからみたいな、あ、じゃあ私たそれこっち頼むわ、え、1個交換せんみたいなこともやってる子だから、そう、だから信頼はあった、一口くれるだろうなっていうあれはあったから、そう、そうそう、そういうとこあるそうなのよ。でも美味しかった、メロン。ちなみにイチゴ飲む間もなく多分終わった。イチゴって終わったね、多分もうないよね、さすがに。まだあるんかな。いや、さすがにもうない、さすがにもうない。あ、メニューには残ってるんだ。じゃああるのかな。HKT は劇場申し込みしたら登録通知いつ来るか知った。あ、わかんない、ごめんねみんなの方が知ってるかもしれない。それはいつ来るんだろう、1週間前とか。わ、いいね、なんかスタバいいね。なんか誕生日の日ってさ、ギフト券とかもらうんよ、 LINE で。そう、 LINE のね、そうそう、だからそういうので、スタバ行こうってなる。されなかったら行かないかも、無理さか。飲めるのがね、そうないから。フラペチーノカスタマイズするの、え、したことない、カスタマイズ。え、してみたいんだけどさ、なんか勇気がなくて、てかあんまスタバ行かないのもあるけど、ちょっと勇気がなくてカスタマイズできないなんか、そうそうそう、いつかやりたい。でもモバイルオーダーとかでやろうかな、今度でもモバイルオーダーしたら LINE ギフト使えないか、それは難しいですね。スマホの画面見せてこれでお願いします。あー、プロそれはプロ、いいね。いや、でも分かんないな、カスタムよく聞くけどね、なんかこれしたらアポロになりますみたいな、オレオになりますみたいな、あるよね
もうちょっと大人になってからかな。変わんないけどね別に。でもスタバで働いてみたい。なんか楽しそう。難しそうだけど。なんか覚えることとか多そうじゃん。カタカナ多くてわけわかんなくなりそうだけど。かっこいいよね。スタバでバイトとかしてみたら。スタバのお姉さんとか、かっこよく見える。だって最初さ、それかトールサイズが何かも分からなかったもん。ね、トールサイズ一番ショートの次かな確か。見て SML 表記だと思ってたからさ T ってなった。昔はね、今は分かるけど。あ、トールグランデベンティーか。なるほどね。そっか、ベンティーは分かるの。あの、サイコの好きな YouTuber さんがよくベンティーサイズ頼んでるから。なんか情報源そこ、情報源そこ。グランデか。へえ。いいね。なんかコーヒーショップ好きなんでバイトしたいな。ブルーボトルコーヒーとか。おしゃれカフェみたいなとこで。それかこの間さ、ここさ見て朝になってんの。いたすむしゃない。めっちゃなんかさ、あさってさ、触ると痛いじゃん。触んなきゃ痛くないじゃん、あざって。でさ、触ると痛いじゃん。だからさ、触ると痛いんだけど触っちゃわない？わかる？なんかめっちゃド M な人みたいになっちゃってるけどさ、なんか触っちゃうんだよね。思いっきりマイクぶつけちゃったさ。あの違うの、あの制服の目のさ、あのアンテナの時に、アンテナってあのマイクの持ち替えがあるんや、サビ待っているよ落とし物拾うみたいにの後こうやって持ち帰るんだけど、そこでなんかミスった。そうで、なんかミスったらなんか大層なお怪我になっちゃって、そう痛そう。触っちゃう、なんか無意識に。あ、さっきまで忘れてたんだけど、なんか触っちゃって、あ痛い、ああざあったんだったって今なった。痛そう。そう、ぶつけたの全然記憶ないんだけどさ、いつぶつけ、いや記憶はあるんだけど、持ち帰るタイミングでどうやってぶつけるっていう今になっての疑問なんだけど、そう。ね、触っちゃうんだよ。痛そう。痛そうとか言っちゃって。そう、だからこの間膝、両膝に朝できててびっくりしちゃったんだけど、え、何事って。なんか朝できてるって思って。記憶ないんだけどさ、全然朝作った原因の。記憶は本当に全くと言っていいほどないんだけど。あ、公演してる時全然痛みくる。あ、しびれてたもん、ちょっと左手。ちょっとしびれてた。
まあ、幸運で、幸運で怪我したのか、シンプルになんか家でぶつけたのか、ちょっとわかんないんですけど。あ、もう治ってる。わかんないんだよね。そういうことあるよね。なんかどこだろう、腕、あ、そう、最後この間ここに朝できてて、あ、治ってる、あ、治ってない、あ、治ってる、あ、治ってない、だる、治ってなかった。よいしょ。ね、そう、なんか朝寝てきちゃうね。今日前髪いい感じなんだよね。いいじゃん、いいよ、頑張ってるよ、前髪自信持ってこう。やっぱね、こう前髪にも声かけをしてあげることが大事なんですよ。声をかけてあげることによってこうモチベーションにね、つながりますから、みんなの大事ですよね。いいよいいよ、褒めてあげる、褒めて伸ばす感じがね、やっぱ一番いいですよね。うん、人間褒めて伸びる。さあさあ、昨日さ、思ったの、鏡見てなんか口角上がってるよね口角上がってるよね、なんか。あの、無表情の時でも割となんかこうなってるっていうか、力入れてないんだけど、ほら上がっちゃうんだよ、なんかアヒル口。そう、さっき日向さんに言われたんだ、昔、サヤマルってアヒル口やんなって。うわ、思い出した、今思い出した、言われたわ、そうだそうだ、言われたんだよ、さやか。今まで言われたことなくて、人にアヒル口って。そう、言われたことなくて、で、その時にそうだ、サヤマルってアヒル口やんなって言われて、あ、さやかってもしかしたらアヒル口なんだなってっていうのがなったことあるんだけど、で、昨日、そう、それは今思い出した話ね。昨日鏡見て、あ、さやかって割となんか口角上がってる、え、口可愛くねってあー、自分で、そう、口の形、さやかこういう口の形の人が好きなんですよ、割と。なんか、なんだろう、犬っぽいじゃないけど、なんかこういう形の、そうそうそう、人が好きで、そう、あ、え、口かわいくねみたいな昨日思ったの。そう、夜ね、唐突に、そうそうそう、かわいいよねっていう何の話とね、割となんか左右非対称なのが悩みだから、最近あの左右対称になるような、なんかあるんですよ、運動みたいなのが、それをやってるそう、左右対称にしたくて。そう、いいよね、いいよねとか言っちゃってそう、口の形好きだわと思って、そう、そう、あるんよ、なんか左右、 TikTok で流れてきたの。そう、 TikTok で情報源全部 TikTok。 そう、ありがたい、なんか全部 TikTok に出てくる、本当にありがとう。それから今まで自分の顔の好きなパーツ目だったんだよね、左目が好きで、そう、マニアックな左目が好きなんだよ。だけど口になったかもしれない、左目も好きなんだよ、さやか。え、全部好き、え、ありがとう、嬉しい嬉しい
嬉しい。そうそう、左目が一番好きなんだけど、めっちゃ良くない？最近の左目自分で言うなって話なんだけど、二重幅が理想なのね。最近右目は割と今アイプチしてるんだけど、定期的にこうなんだろう、二重幅が変わっちゃってあんま好きじゃないんだけど、左目はずっとこれなの。そう、ずっとこれなのよ。そうで、アイラインもうまく引けるし、左目の方がアイラインもうまく引けるし、なんか気持ち涙袋もぷっくりしてるし、二重幅めっちゃいいしみたいな。そうで、左目推しだったんだけど、唇も好きになっちゃった。そうっていうね。そうなんかさ、分かりやすいんだよね、好みの顔とか。そう、だから昨日の夜さ、寝れなくて、さっきさ、あの夕方過ぎ、夜におはようって送ったと思うんだけど、メールで寝てたの。そう、あ、普通に昨日ちょっとメール送るタイミング損ねてて、で夜寝ちゃって、夕方ってかもう夜か、夜ぐらい寝ちゃって、でなんか起きるじゃん、まあ夜ね、起きて、だから眠れなくなっちゃって夜。そう、夜中にだからゆりちゃん、アイズワン、元アイズワンのゆりちゃんが好きで、ちょゆりちゃん好きなんだけど、夜な夜なゆりちゃんの写真を漁るっていうのをやってて、でゆりちゃんも口の形好きだなっていうあれなの、なんか全部好きなんだけど、そう、寝れなくて、だから調べ出したら止まらないの、可愛くてさ、なんかだからカメラロール、なんかゆりちゃんカメラロールめっちゃゆりちゃんなんだけど、今たまにヘボンいるんだけど、ヘボンちゃん MX の、そう、ゆりちゃんゆりちゃんゆりちゃんヘボン、ゆりちゃんゆりちゃんゆりちゃんみたいな止まらなくなっちゃって、かわいいのよ、カメバシタじゃないですか。そうで、その音楽番組の写真とかある、韓国は割とあるから、音楽番組の写真がね、そのちょっと前の写真とかを遡って調べてみて保存してみたいな、そうやってたんですよ。したらまあなんか夜中2時とかよ、昨日の2時とかになっちゃって、気づいたらね、そう可愛いなーと思って、こういう顔が好き。ルセラフィルム聞きましたよ。なんか踊れますからね、もちろんかな踊れちゃうから、実はテケテケテンテケテケテケテンテンテケテンテンテンテレンテン。そう、割と聞くっていう、ゆなちゃんも好きだし、アイドも聞くしそう、意外と見える聞くんでしょ、最近 K-POP は。楽しい楽しいで何って感じだけど、そうねえ、そう、それが寝れなくなったら、あの YouTube で K-POP のアイドルさんのステージ見るっていうのは定番なんで、割とそうエスパとかね。オーマイガー。
ね、いいよねって。最近割とね、音楽の幅広がった気がする。さやかちゃんみなとか聞くしちゃんみな、ちゃんみなさんめっちゃ好き最近。見て、いてててて、ね、そうだからさ、数億年ぶりに待ち受けを変えたの。数億年ぶりは言い過ぎか数億年ぶりは言い過ぎなんだけど、ずっとヘオンちゃんだったんだけど、エミックスのゆりちゃんに変えちゃったゆりちゃん、ゆりちゃんに変えちゃった。最近だから TikTok でなんかおすすめの曲とかめっちゃ聞く。なんかいるんよ TikTok にまとめてる人、おすすめの曲をねまとめてる人いて、そう、そういうとこから、あ、この曲好きや、なんやろうみたいな感じで、Apple Music インしたりとかしてる。マジで情報源全部 TikTok かもしれん。私の録画面はさやかです。え、嬉しい嬉しい。さくちゃん卒コンの時のさやまりの通称だから、え、嬉しい。なんかさ、本当に自分のことを待ち受けにしてくれる人なんかおるんやっていうおるんやって、幻。あ、わかる。録画面はよく変えるけどホーム画面変えない。え、わかるわかる。え、めっちゃわかる。さやかもホーム画面は変えてないな。え、わかるわかるわかる。なんかさ、ホーム画面ってさ、ぶっちゃけさ、そのアプリのアイコンとかでさ隠れるじゃん。隠れるからさ、なんか人にできないんだよね。さやかホーム画面を隠れちゃうから、そう、どうせ隠れちゃうからさって思って人にできない。だから割と LINE とかもそうかなあいつが LINE とホーム画面一緒やLINE のホーム画面と iPhone のホーム画面一緒や。たまたま割とね、アイコンもなんかさ、 LINE のアイコンとかさ、そういうのもさ、なんか分かんなくなるんだよね。一回さ変えるとさ、なんかしっくりくるのなくてさ、今でもしっくりきてないもんな最丸を録画面にして良いですか、おすすめの写真。おすすめの写真なんだろう、インスタに載せてるやつとか割とお気に入りかな。ぜひしてください、嬉しい。さやまるとねねちゃんの通称とずっとホームにしてる。え、嬉しい。新しいのが休憩されるために更新してる。あら、じゃあ今度のね、制服の目ねねさんが戻ってきたら更新されるかもね。そう、でもさ、インスタってさ近くじゃん。だからさ、待ち受けとかにするとちょっとさ、なんかなんだろう、アップになっちゃう。買いがちかもしれない。一時前は岡本夏美ちゃんだったもんな。
ぱたまに買いたくなるんだよね割と飽き性なとこあるから。なんかこの間インスタのさ、ハイライトあるじゃん、あそこをねちょっと整理してたのなんか不意にしたくなって、なんか夜ってそういうことしたくなるの、なんかインスタのハイライト整理したりとか、なんかそうしたくなっちゃうんだよね。あ、これだけ字体変えてなかった、今一個見つけちゃった。なんかしれっと文字フォント変えたりとかしてるんよ実はね。それ地味な作業好き。なんかさ、そう定期的にとかは変えれないんだけど、たまにそういうことするのが好きなんだよね。なんか JK って感じ自分で言うけど JK って感じ。そう、だからインスタのアイコンもね変えたいなと思ってるんだけど、昨日思ったの、これも昨日思ったの、そう昨日思ったんだけど、なんか一緒しないかなと思いつつ難しいなってなってる。昨日は深夜2時にアマゾン検索してた。寝ろよ自分的に。わかるわかる。あるよね。やっちゃうよね。さやかも夜中にさ、急にネットサーフィン始めたりとかさ、しちゃうんだよ。しちゃうんだよ。お洋服のサイト見まくったりとかさ、なんかインスタとか TikTok とか見始めちゃったりとかさ、それこそだからカメラロールの整理とかさ、なんか始めちゃうんだよね。わかるわかる。めっちゃわかる。あるあるだよこれ。見てね、アイコンなんかいいの探そうかな。割と気に入ってるんだけど今のも。なんか、うん、なんか変えたいんだよね気分的に。桜の写真好きだな。いいね多いっすよねこれいいね多いっすよとか見ちゃって見ちゃって。気づいたら変わってるかもしれないもっとか言って、もしかしたら全然変わってないかもしれない。インスタだからね、なんかなんだろう、ツイッターは割とアイドル感出していきたいけど、インスタは割となんかなんだろうね、自然な感じで。
インスタで揚げたチーズが入んないか。あ、チーズケーキのやつ。嬉しい。まあ、要検討ということで。ね、知ってた？2時間配信してるんだけど。2時間。2時間配信してるんだけど、気づいたらびっくりしちゃうんだけど、あのちょっとね、ちょっと長く配信しようかなと思ってたんよ。今週あんまり配信ができなかったから、そう、ちょっと長く配信しようかななんて思ってたら、もう2時間経ってた。2時間経ってた。あっという間、びっくりしちゃったんだけど、最下自分が一番びっくり。夏マジック。夏マジック。日曜日マジック。びっくりなんだけど、ねえ、そうそう、お菓子の話で火ついちゃったから、そろそろ団長を読もうかな。13位ただの魚さん、12位クロちゃん、11位前乗りさん、10位キキちゃん、8位じゃない、9位って、9位見ながら8位って言われた。9位カンタさん、8位ヨシタカさん、7位ハルちゃん、6ごめんルって言えてなかった。7位ハルちゃん、6位トールさん、5位ユイチェリーさん、4位福岡のゼロさん、3位佐賀の丸さん、2位ヨッシーさん、そして1位シュウさん、ありがとうございます。ありがとうございました。なんか2時間もペチャクチャ喋っちゃって。ありがとうございました。たくさん見ていただいて、なんか今日は初見の方が多かったイメージがある。なんか初訪問来るんよ、なんかサイカのところに、なんか〇〇さんが初訪問ですみたいな、そうそう、通知、初訪問と2度目の訪問かなが来るんだけど、そう、割となんか日曜日の昼間だからかな、あんまりしない時間だったから、たくさんなんか初訪問っていう表示が見れて嬉しかったです。またね、今週もできる日はしたいと思うので、ぜひぜひ見に来てください。明日はねリセットなんで楽しみ。久しぶりかな、割と。そうでもない、そうでもない。ぜひぜひ見てください。それし。じゃあね、ありがとうございました。バイバーイ。